前らのターゲットが。かけたお金も相当高額になってますよね。県ではいろいろと噂が流れておりますが、どうなんでしょう。クラピカ。ボスは地下競売は嘘だな。エリザがひどく取り乱しちゃって、それで自分から帰るって言い出して。あいつら自分のやるべきことをやってる。誰かがプレイし続けている限り、当オークションに譲渡されたものなのです。このゲームがクリアされなかった場合、ゲームクリアの夢を託すことにすると。死を伴う大変危険なものなのです。10億出ました。15億出ました。オクショニアがその中から瞬時に一番高い額を発表。16番250億出ました。あいついくら持ってんだよ。305億ですか。グリードアイランドのゲームクリアに協力しますよ。はい。いやないよ、まだ7夜だ。というだけでも君たちが特別なのはわかる。プレイ人数が限られているからね。グリードアイランドを競り落とした人の中にも、一つのハードで8人がプレイヤーの上限だ。グリードアイランドのセーブデータを持ってるんです。ゲーム機からそのカードを抜くためにもう一つ相手対象としての資格はあるようだね。やってもみないでなんでわかるの。リセットもメモリーカードを抜くこともできない。現実世界に戻ることを諦め、最低でも現実に戻れるアイテムを言う。グリードアイランドの経験者だからだ。すぐにゲームオーバーだ。もし参加する気があるのなら、そのメモリーカードはどうやって入手したんだ。審査か。私たち盗賊。カードが一つ刺さってるってことは。行く。私行くよ。ゲームだよ。お前らもやらないか。実際に死ぬかもしれねえゲームだってよ。くれたって。くそー。つまり必殺技さ。え、うん。クラピカは旅団に対して、かつ自分の系統に合ってて実践的であり、まずどんな能力にしたいかだな。じゃあまずは自分の系統から考えてみようぜ。一体な。じゃあキルアはどうなのさ。俺は今日から必殺技の特訓に入る。こうして脅しでもしないと。規定度の念ではすぐにゲームオーバーだ。全然大丈夫じゃなさそう。高価なゲームを狙ってるそうじゃないか。鎖を具現化しようと思ってからは、鎖で遊ぶ以外何もするなと擦れ合う音を感じるようになる。そうだクラピカ、俺の師匠になってよ。残念だがそれはできない。え、あれからすでに2日経った今では、その人に聞いた方がいいんじゃないか。の中で最も攻守のバランスがいいからです。つけ焼き場の必殺技もどきなど見せられたら失望する。その人を見ていればわかるね。はい。そうすればおのずと答えは出てきます。地道が一番の近道ですよ。期限がなければ。今度は全てを同時に見せなさい。覚えたこと全てを同時に。オーラが全く出ていない状態にする。それを同時にって、出るのと出ないの同時にやるなんてしか覚えてないのに、バトルに出ちゃって大怪我したんだ。オーラを目に集中して隠れたオーラを見つける。わずかだけどオーラが出てる。よしできた。レンで増強したオーラを一箇所に集中したら何か掴んだな。負けないぜ。べったりとへばりつくような視線見られてるな。お、キルア。おまた。でも問題はなんでこっちを見張ってるかってこと。お前のセーブデータさ、ブック。ゲームを楽しめか。で、君たちゲームは初めてだろ。ここはスティールのカードで。んー、キルア君とゴン君か。トレースで十分。トレースオン。こいつやばい。ゲームに。ああ、一緒に行かないか。旅団の活動に関係ありってこと。何かされたのは間違いないんだし。魔法どんな。さあな。うわ、これ全部検証。重要なアイテムなのかな。おそらくも収集もしなきゃいけないしな。それではスタート。失礼
って誰？物知り。なんだそれ。はい、商品のガルガイダーね。左の数字はアイテムのカードナンバーで、カード加減度枚数のことね。内側からボーンとよ。ゲームに参加して命の危険を伴うゲーム。わからない。安心しな、他のプレイヤーによる念のせいだ。念？それより俺たちと組まないか。スタート直後にもう柳目に会ってるし。もしかしてずっと見てたの、俺たちのこと。君を攻撃したスペルについてもね。俺たちの誘いに耳を貸すようになるからな。また戻ってきたのかもしれないだろう。スペルカードでしか防げないからな。ねえ、スペルのカードはどうやって手に入れるの？ヒルアにかけられたスペルも気になるし。ああ、他はあっさり断られた。君たちと時を同じくしてきた人物だ。人を殺傷する類のものは一つもない。その中で君たちが受けたスペルは調査型。それであの時、ただすぐに現れ強奪する。プレイヤー狩りを目的とした最も過激な奴ら。アイテムカードをゲットする方法は大きく分けて3つ。うん、大きく分ければその3つだ。自力でカードを入手できない者たちが、その分カード化できるアイテムが増えるからだ。このゲームが世に出て10年以上、ゲームを攻略する。協力してほしい。厳密に言えば3つとも全部使うがスペルで奪うだろ。正解だ。カード化限度枚数、それを逆手に取る。その前提がカードの奪い合いだからだ。バッテラ氏の依頼でここに参加したんだろう。現在仲間は53名。君たちに今かかっているスペルも解除する。あんたはどうだい。一つ聞くが入ろう。君たちはどうする？リーダーがそう言うんだね。俺もパス。君たちには一度ゲームの外に出てもらう。なぜ？ゲームの外に出たら10日以内に戻ってこないとデータは消滅する。どういうことだか説明しろよ。これでキルアのスペルは当分かかりっぱなしになっちゃったし。俺がゲームに参加してるのは悪い風にばっか言うんだもん。みんなが真剣にゲームを楽しんでると思ったから。そうか、俺はありだと思うぜ。勝った方が相手のカードをもらえるってのはどうだ。やり方はハメみたいでかっこ悪いけどな。キルアと一緒にここに来られて。うん、逆だよ。なるほど、そういうわけ。互いの気持ちを深め合うゴンとキルア。呼ぶときはビスケでいいわさ。物を教わるほど俺たち切羽詰まってねえし。もしかしてメガネかけた寝癖坊や。マジ？へえ、すごいや。裏試験に合格したわけね。あ、教わるのに何の不足もないでしょ。その話が本当ならね。ブック、そのカードは。あんたたちがゲットできなかったこのカードを、座って雑談してるふりを。わずかに漏れた殺気よ。わずかな殺気とそれを消した速さ、頭のいい子だ。敵も迂闊には動かないと思う。だったら敵は 100% 私を狙っていたら、今度は絶対素早く戻ってくること。このババア。あ、芝居か。何があっても動けるように急いで戻ろう。うん、みんな死ぬということで、俺の体を全て把握し、なんという鍛え抜かれた肉体。休めばだいぶ回復する。我慢比べじゃ勝ち目ないよあんたたち。半日でビノール島を押してきている。
まだうちに秘められたままの底深い能力を熱処理によって半永久的な強さを手に入れる。敵の動きを封じつつ自ら姿を隠せる。一対一であいつを圧倒できるまで続けよう。でも明日からにしようよ。この先どんなプレイヤーにも勝てやしないな。あんた潜在能力で遥かに負けてるよ。さっきは持ってたろ。命がけで戦闘した時に得る経験値。俺だってこんな生き方。見てみろよこの服、汚れちまったじゃねえか。もうありがとうビノールトさん。ボス、お数字の9。遅い。やっぱり売り物は全部カードか。さっきのデパートで買ったカードってこれ？そうよ。本当はさー、休んでる時も頭の一部は緊張させとくように。はい、落としたら自分で元に戻すこと。褒めたパンチならなんとか壊せると思う。あ、掘る力が強化される。マサドラに着く頃には第一段階が終了する。とりあえずアカンパニーパクってどっか飛ぶか。うーん、緊張するね。強えなこいつ。主に放出系のスペルを担当している。正しく入刀するなら歓迎しよう。また来るぜ。ちゃんと玄関からな。必殺技のヒントを掴んでいた。それは、おお、なるほど。修行。パワーは放出系か。手を込めるときどうしても時間がかかるでしょ。とりわけ特殊技ってのはフィーリングが大事なの。ま、今はこの程度だけど。でもそれ以上に悲しい子。いいコンビなのね。もうすぐ外の世界は新年よ。せっかく修行が面白くなってきたとこなのにな。それじゃまずマサドラまで行ってみようか。屋外に出る方法振り渡さないと屋外へ行くチケットはもらえない。出ないケースだってあり得る。確かに。道理校の裏山にある一本杉の下に。んじゃ、私たちは修行を続けようかしらね。スタートと同じ場所。それでは行き先を決めてください。よろしいですか。大丈夫、平気。これで現実に戻ってきたのか。試験申し込んだら一本杉目指すか。もう一人の仲間はいないのか。アジトでボマーの一斉解除を待っている。確実に犠牲になるのはやつ。その時点で勝敗は決していた。その緩みを突かれたのも痛い。頭がいっぱいだったのね。ああ、俺がこの島で会った者の中でからくりさえ分かっていれば対策は立つはず。分かったわ。すまない。リターンオン雲仙。フォースで会えるプレイヤーはあいつらだけだったんだ。全員の解除が先だ。あと1回しか言わないぞ。ゲーム外でもう1個指輪をはめちまうと。森の精霊の力を借り、相当強いね。指定ポケット81種。だがその前にリーブのカードを3枚くれ。解放してやったぜ。てめえらクズとの約束なんてよ。これで爆死の心配はなくなった。厄介なパートナーができちまったな。そこがつけ目。やっぱり一度彼らのアジトに行ってみようよ。部活で死んでない人もいるかもしれないでしょ。いないわね。ゲームを続けていればぶつかる可能性の高い相手。ただしヘナチョコでも形が完成するのは。そう、絶対完成して驚かせてやるぞ。彼らが集めてたスペルカードだ。どうすんの、取っとくの、今使った方がいいの。早くゴンのとこに戻りたいんだけど。あいつが俺んち来た時の話でもしようか。非常に順調だわよ。射程範囲に誰かが来たら
すぐに分かるし。ブラックアウトカーテンをかけてるけどね。なるべく形を崩さず長時間維持。オーラの玉を 2,3 日くらい宙に浮かせ続けられるわよ。毎日真面目に天と錬をこなしてる証拠だわね。ビスケとの修行を重ねるゴン。よし、これで半分。ゲンスルーたちはある思惑を胸に。なんだと？トレードの後でふざけるなよ。そっちが割に合わないと言ってるんだ。このままだと素直に喜べそうにない。よし、マサドラへ。65も。おい、そっちはどうだ。指定ポケットのカードばかり。もうアイテムで無理やり返させられたんだ。片手で頭を吹き飛ばされてた。俺たちから最低でも5種類のカードを持っていったわけだぜ。何、一つもの海岸線は奴らも見つけていない。よし、とにかく先に見つけるぞ。うまくいったな。リスキーダイスとレビーのコンボ。残り7種のうち2種は他の組のゲイン待ち。その後にナンバー2を取りにソーフラビエ。500億の使い道。だって指定ポケットのカードか限度枚数って、このゲーム内でまともにゲームできているのは。マサドラについてもリーブが出なかったら悲惨だよね。2人ならどうする？そうだわね。それを売ってまたスペルカードを買う。取っておけばもしかしたら誰かのリーブと。リーブいる？ないカードはアイテムに戻っちゃったわね。一人5個くらいは開けといた方がいいな。ざけんな、覚えろよ。レアなカードは手に入らないぜ。うん、じゃあな。ちょっと待って。だけどいつもこいつも油断も隙もねえ。触ったものの呪いを解いてくれるんだよね。呪いじゃないのかなって思ったから。やってみる価値あるな。俺、我々に全てを捧げてくれた。ゲンスルー組があと少しでコンプリートしそうな勢いだ。こんな人たちに付き合っていたら夜が明けちゃうわよ。明日の知らない情報を彼らが持ってるかもしれないぜ。ポケットカードを何種類持ってるかのランキングを聞けるんだ。一つお利口になってよかったわね。え、ゲンスルー組は残りナンバーゼロ、この3種の中のどれかを奴らより先に入手。奴らもすでに聖騎士の首飾りを持っている。全てのページを守っているからだと考えられるんだ。あんた実行できるかい？なければ本題だ。カードの所有50種以上。有益な関係を潰してんのはそっちだろ。これでも不満かよ。あなたたちよりかなり多いはずよ。ランク S のカード2枚か。こちらと同価値の情報10枚も踏んだくる気よ。寝ぼけんなよ。あんたたちにはさっきの条件じゃ教えないって言ってんだ。まだこいつと仲間になってねえよ。あっちが喧嘩売ってくるから。どっちがだってめえ。このカウントダウンとリトルフラワーという何人か心当たりがあるようだわね。バカ、なんで言うんだよ。現在あいつに近づかなければ大丈夫だと思うよ。ある方法だと何度も使えるのよ。え、1枚で何度も使えるってわけ。得意客になればあっちから話を持ちかけてくれる。カードをあげても。いや、もう十分、ありがとう。どのカードの独占を狙うかだが。ナンバー75を取ったのか。すごいな、お前ら。あとの2枚はリストオン。ナンバー9。ナンバー2。場所が分かったわ。ここがソーフラビか。重要なことを教えてくれないキャラとかもいるから。海賊が仕切っているのよ、この町は。様々な財宝が眠っていると言われる。町の漁師は全員拷問を受けて殺されたわ。何ヶ月か前に俺たちが調べた時は。レイザーと14人の悪魔か。このパーティーを組まないとイベントが発生しないってことか。おそらくそれがイベント発生の条件よ。一坪の海岸線を手に入れることができるのか。